から余計に気になって、仕方ないからガラス窓を開けた。しがみついたら折れそうなバカかの三日月が、送電線の向こうに沈むけど行方を追って、けどそれじゃ目が冴える、願いをかけるなら君の顔を浮かべて、思いつき成り行きの約束は、君もどっかで見ててよ。